こんにちは、スプラートリーでのめちゃんとメロちゃんです。じゃあメロちゃんが日本に来て、日本でこれはやべえな、まあいい意味でも悪い意味でもいい、こんなことあんのみたいなカルチャーショックとかありますか？あるよ。ある。一つの悪い意味でやばい、悪い意味でやばいやつで、一つはいい意味でやばい。ああでいい、ああ優しいの悪いやつ。なんかナンパされる人が、ナンパしてくる人が多い。ナンパしてくる人が、ちょっとさ、どっかに座って、うん、10分以内に7人とか咲く、うん、なんかやばいって感じがした。あ、一人でいたら危ない。危ない。怖くない？え、怖くない？いい話ね。いい話。もう全部自動。全部自動。全部自動。例えばさ、自動販売機よね。自動販売機自動。どれかタブレットを使うとかさ。あ、もう人と喋んなくても、そうそうそう、なんか進む。進むから、うん、メキシコなんて常に人が来るからさ、そう、もう何でもどんどん来るじゃん、わーって来るじゃん。あ、そうね。何が頼んだのかとかさ。本当に頼んでも頼んだものが来ないっていうのが多いよね。そう、多い。だからもうそれは大好き。すごいよね。すごい、めっちゃなんか全部自動、うん、それは素晴らしいと思う。ということで、もっと話が聞きたいと思ったらチャンネル登録と高評価となんだっけ、コメントお願いします。お願いします。アディオス、アミゴー。